皆さんこんにちは、ジーソーレゴブルダーひろゆきだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらトイザらスで発売されているレゴミニキット5種類を開けます。はい、こちらはトイザラスで売られているレゴのミニキットです。ちなみに前回はこちらのスターウォーズを組み立てました。ちなみにトイザラスのミニキットは10種類から8種類あったんですけど、今回僕は7種類買いました。今回はこの3種類を組み立てるのが初めてです。特に作るのが楽しみなのがレゴテクニックです。実は言うと僕レゴテクニック作ったことがないので、これが初レビューです。ではこちらの5種類を一気に組み立てます。はい、すべて組み終えました。今回のミニキットなんですけど、どれも作りごたえがあってすごく面白かったです。個人的に言えばこの3つのミニキットは結構細かいパーツとかがすごいあったので、作るのがすごい大変でした。ちなみに全部で約50分かかりました。レゴスピードチャンピオンとテクニックにはこちらのシールが付属しますので、シールを貼って完成させます。せーので、はい、シールを貼り終えて完成しました。今回のレゴミニキットなんですけど、どれも完成度すごい高いですね。とりあえず僕が一番気になってるこのレゴテクニックから見ましょう。はい、こちらはボルボのホイールローダーです。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。全体的なカラーは工事車両車みたいな感じで、黄色と黒色がベースになっています。僕レゴテクニックを作ったのが初めてだったんですけど、今回はミニキットだったのですごい作りやすかったです。実際のレゴテクニックはもっとこういうパーツがすごいあって、作るのが結構大変そうなんですよねでは近くで見ましょう。まずこちらがショベル部分です。ショベル部分はヒンジでこのように動きます。で、側面にはボルボのロゴのシールがあります。横から見るとこのようになっていて、レゴテクニックってこんな感じで普通のレゴブロックも使って、こういう機械的なモールドも再現されているのが結構いいと思います。後ろから見るとこんな感じです。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。ではこちらのホイールローダーのギミックを説明します。このギアを回転すると上下に移動します。では行きます。はい、こんな感じです。こういったところがレゴテクニックらしくて、僕はすごい好きです。で、このままヒンジを動かして上げることもできます。
続いてはこちら、レゴスピードチャンピオンアストンマーチバルキリー AMR プロです。めっちゃ名前かっこいいですね。これ普通のスピードチャンピオンとして発売してほしいですね。ちなみにアストンマーチに作ったのがこれが初めてです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっていて、全体的なカラーは黄緑色と黒色がベースで、差し色に赤色が使われています。ちなみにシールは側面のこの部分と正面のこの3つです。はい、では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。ロゴマークとヘッドライトについてはシールで再現されていて、それ以外はパーツで色分けされています。側面はこのようになっていて、めちゃめちゃ平べったいですね。ただタイヤの自体の造形がなんかホイール交換できそうな感じなので、こういう細かいところも再現されているのがすごいと思います。後ろから見るとこんな感じです。赤い部分がバックライトになってます。であとはこういうパーツを使っていろんなところを再現しているのが、さすがレゴスピードチャンピオンだと思います。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。じゃあちょっと大きさ比較いきましょう。まず初期のスピードチャンピオンと並べるとこんな感じです。大きさ的に初期のスピードチャンピオンの約3分の1はありますね。横から見るとこんな感じで、厚さについてはほぼ半分ですね。では続いて新型のスピードチャンピオンと並べるとこんな感じです。全長約2台分あって、高さもほぼ2台分はありますね。はい、続いてはレゴ忍者号のロイドのメカスーツです。あ、そういえば僕がかなり前に組み立てた合体ロボに緑色のメカがなかったので、まさかロボにならなかった理由ってこれだったりしてはい、まずこちらがロイドのミニフィグです。全体をぐるっと見回すとこんな感じです。あの、ちなみに僕ロイドのミニフィグはこれが初めてです。フェイスはこのようになっていて、でリバーシブルフェイスでこのように顔を変えることができます。ではこちらのメカスーツを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこんな感じで、メカスーツ細いですね。近くで見るとこのようになっていて、ここが操縦席部分で、操縦席のパーツ造形は結構簡単なものになってます。そしてこれが腕アーマーで、今回拳の造形とかはありません。足はこのようになっていて、安定して自立できるような感じで結構大きめに作られています。ではミニフィグを乗せます。乗せ方はまずここにつけて、であとハンドルを握らせれば、はい、こんな感じです。そしてこのメカスーツはボールジョイントが使われてますので、こんな感じでグリグリと動かせることができます。こんな感じのアクションポーズも問題なく決まります。では続いてはこちらのバットマンのバットモービルです。あの、僕個人的にバットマンといえば結構割と大型のセットのイメージがあるんですけど、こういう感じで500円のミニキットで手に入るのはすごいいいですね。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっていて、今回は黒ベースになっていて、めちゃくちゃ渋くてかっこいいです。近くで見るとこんな感じで、小さいパーツでいろんなところを再現しているのがすごいいいと思います。横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じです。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。大きさ的にスピードチャンピオンのアストンマーチンよりかは長さは小さいんですけど、割と高さはあります。では最後はこちらのレゴマインクラフトカメのビーチです。今回のミニキットにはアレックスが付属します。そういえば前に作ったミニキットも確かアレックスだったような気がします。はい、こちらがカメです。全体をぐるっと見回すと、こんな感じで小さいパーツでしっかりと亀を再現されていますね。レゴマインクラフトは実際のものに忠実に再現されていますので、これも完成度が高いです。ちなみに目の部分だけプリントパーツになっています。はい、続いてはこちらが亀のビーチです。これが亀の卵で、これが橋だと思います。で、これが簡単な作りのテントだと思います。これには特にギミックとかはありません。付属のミニフィグを並べるとこんな感じです。レゴマインクラフトは完成度が高いので、めちゃくちゃ雰囲気が出ます。はい、今回組み立てたミニキットと前回作ったスターウォーズのミニキットと並べるとこんな感じです。いや、それぞれが同じ500円だとは思えない完成度ですね。初めてレゴを買うんだったらこれから始めるのもありだと思います。ちなみに僕個人的に言えば、このスターウォーズ2台がパーツが多くて完成度が高いので、めちゃくちゃおすすめできます。個人的にこの5つは作らなくてもパーツ集めとしては結構いいと思います。はい、トイザラスのミニキットはこんな感じです。はい、ということでトイザラスのミニキット5種類を全て開けてレビューしてみました。まずこの5つのミニキットはどれもすごいよく作られていて、すごいいいと思いました。個人的に言えばこのミニキットはパーツ集めとしてもすごいいいと思いますので、トイザラスに行った際はぜひチェックしてみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。